んにちは、マリナさん。あれ、まだサークルって空いてませんよね。もう買い出しですか？うん、お店開ける前に足りない備品に気づいちゃって。サーヤちゃんは今からお出かけ？私は今からアリサの家の蔵で練習です。そうなんだ、まだお昼前なのにすごいやる気だね。もう練習始めたくてしょうがないですよ。実はこの前スペースのオーディションに合格した日からちょうど1周年だったんです。お祝いのパーティーでアリサとオタエがスペースのラストライブの映像を用意してくれて、それをみんなで見たんです。正直当時はいっぱいいっぱいで、ライブ中にお客さんの顔とか見れなかったんですけど、映像を見たらお客さんの顔も映ってて、みんなすごい楽しそうで喜んでくれてたんだっていうのを改めて実感しました。だからみんなやる気になっちゃって、今日はいつもよりたくさん練習しようって。お客さんの笑顔ってすっごいエネルギーをくれるもんね。はい、それでまた私たちの演奏でお客さんが笑顔になって、その笑顔に私たちが元気をもらって、そんな幸せの輪っか。あ、これもサークリングの考え方かもしれませんね。確かに、そんな輪が私たちのライブを通してどんどん広がっていったら嬉しいなって思います。もう広がってるんじゃないかな。だって今私、サーヤちゃんの笑顔に元気もらったよ。よし、私もサーヤちゃんたちに負けてられないし、お仕事もっと頑張らないと。あ、そうだ、今度気分を変えてサークルで練習したいんですけど、いいですか？いつもと違う環境で練習するとなんだか気が引き締まる感じがしますし、それに練習に疲れたらマリナさんたちに会いに行って元気をもらえますし。うん、大歓迎だよ。あ、ただし予約は早めにね。はい、早速今日練習が終わったら予約に行きますね。あ、もうこんな時間、みんなを待たせちゃ悪いので私は失礼します。それじゃあマリナさん、また後で。